はい、こんにちは、116インズです。かなり前の動画、まあ半年ぐらい前の話な気がするんですけれども、カノートの契約について振り返ってくださいとご要望いただきまして、で私もやりますと答えたんですけれども、ちょっと遅くなってしまって本当に申し訳ありません。今回はマリナーズのカノートの契約について振り返っていきたいなと思います。2013年12月12日にロビンソン・カノーはマリナーズと10年総額2億4000万ドルの超大型契約を結びまして、昨日でちょうどその契約から7年となりました。カノーのマリナーズとの契約は、ニューヨークのスター選手がシアトルという土地をあえて選んだ、ある意味歴史的な日でして、これまで FA のスター選手に嫌われてきたマリナーズが報われた日でもあると言えるのかなと思います。最近は薬物関係でちょっといろいろやらかしてしまっているカノーですけれども、7年前のこの日にマリナーズを選んでくれたことは本当に今でも感謝しているのが一人のマリナーズファンとしての思いですね。ということで今回の動画では当時の状況などを振り返りながら、どうしてカノーがマリナーズを選んだのかといったところを中心に話していきたいなと思います。はい、まずカノーについて話す前に、このカノーとの契約が成立するちょうど前のシーズン、マリナーズがどういった状況にあったのかというところをまずおさらいしたいなと思います。2013年のマリナーズ、まあ、当時、まあ、あの頃のマリナーズといえば本当に打てないチームでして、とにかく攻撃面に課題を抱えていたチームでした。そのため2012年のオフにケンドリス・モラレスですとかマイケル・モースといった、まあ、強打者を獲得したはいいんですが、特にモースが期待していたほどの活躍ができず、また若手の野手陣も非常に苦しんでしまった結果、マリナーズの得点力不足というところは解消されず、シーズン71勝で地区4位に終わってしまいました。で、特に若手がこけてしまったというところが大きなダメージとなっていまして、マリナーズの当時期待していたダスティン・アクリーが、まあ、2年連続で期待外れのシーズンを送って、開幕はセカンドのレギュラーとしてプレイしていたんですが、この年の途中から外野での出場機会が増えてきました。で、その空いたセカンドのところに当時のトッププロスペクトだったニック・フランクリンが、まあ、セカンドでデビューして、この年12本のホームランを放ったんですが、打率は2割2分5厘、 OPS も6割台と意外とホームランを打ってくれたんですが、ただちょっと物足りない成績であったのは間違いなかったです。マリナーズは2014年からぼちぼち勝負をかけに行くようなシーズンではあったので、そういった勝負のシーズンに向けてセカンドのレギュラーがフランクリンという状況ではちょっと心もとないと。得点力を上げるために信頼できる主軸の選手が欲しいですし、またその選手がセカンドを守ることができればマリナーズとしては絶対に獲得を狙いたい。ああ、そんな頼れるセカンドが FA 市場にいないかな。まあ、そう都合よくいるわけがない。いるんですね。2013年のオフの FA 市場の目玉選手といえばもうロビンソン・カノー一択ですよ。カノーといえばヤンキースのセカンドとしてずっと活躍してきた選手で、この2013年のオフの時点で年齢は31歳、ちょうど全盛期を迎えているマリナーズの補強ポイントに完璧に合致した選手がたまたまこのタイミングで FA となったんですね。FA 前最後の年である2013年は160試合に出場して打率3割1分4厘、27本のホームランを放って OPS は8割9分9厘と、セカンドとしては文句なしの攻撃力を誇るスター選手、ウィンザボブリプレイスメントも 6.6 と、 FA 市場のセカンドのみならず全野手の中でもトップクラスのウィンザボブリプレイスメントを誇っていた超スター選手が FA となっていました。マリナーズとしては何としてでも欲しい選手がFA 市場に出てきたわけですけれども、ただカノー側の要求もなかなか高くてですね、当初は10年総額3億ドルクラスの契約を希望していると報じられたこともありまして、現実的にカノーを獲得することができるのはお金持ち球団であるヤンキースですとか、それからドジャースといった球団に限定されるのではないかと予想されていました。ただ当時ドジャースはちょうどキューバから亡命していたアレックス・ゲレーロと契約したばかりで、カノーの獲得戦線には参戦しないとなっていましたので、現実的にはヤンキース残留が一番可能性が高いのではないかと多くの人が予想していました。ただマリナーズも少し無理をすればこのカノーの獲得戦線に参戦できるだけの財政状況ではありました。当時のマリナーズで2014年以降の契約が決まっていた選手はちょうどこの1年前にチームと7年総額1億7500万ドルの長期契約を結んでいたエースのフェリックス・ヘルナンデスだけ。他にも岩隈選手やジャスティン・スモーク、マイケル・ソーンダスといった契約も決まってはいたんですが、岩隈選手の契約はオプションを除けば残り1年でしたし、またスモークやソーンダスに関しては年俸頂点の資格を持っている選手でしたので、
フォーマンスが悪ければ最悪1年でノンテンダーすることもできる立場の選手たちでした。そのため2014年以降のペイロールは当時のマリナーズ結構空いていたんですね。カノーというスター選手を迎え入れるだけの一応金銭的な余裕もありましたので、ヤンキースとの根本的な資金力には差があるんですけれども、マリナーズはカノーの獲得戦線に乗り出しました。カノーの獲得に向けてお金の面は問題のないマリナーズですが、どちらかというと障壁になってくるのがシアトルという土地でした。こちらアメリカ50州における各 MLB 球団がどこにあるのかというところを示した地図となるんですが、シアトルというのはノースウェストのものすごく外れのところにあるんですよね。地図を見てもわかると思いますが、他の球団と比べてもかなり離れた土地を本拠地としていて、その関係で遠征距離も MLB の中でも屈指の長さで、1年間を戦う上でもかなりハードなチームであることは間違いありません。おまけにチームは10年以上も低迷していて、わざわざそんな弱くてハードなチームを FA 選手が選ぶかっていうと、まあ普通は選ばないわけですよ。なのでこれまでマリナーズは多くの FA のスター選手に嫌われてきて、その結果として中途半端な FA 選手に手を出して数多くの失敗を繰り返してきた、そんなチームとなっています。なので今回カノーを獲得するにあたっても、果たしてお金を用意できたとしても、カノーがわざわざニューヨークを捨ててマリナーズを選ぶのか、その点に関しては当時はかなりハテナマークがついていたかなと記憶しています。なのでやっぱりカノーはニューヨークに残るんじゃないのかと思われたわけですが、ちょっと事態が変わってきます。ヤンキース残留が規定路線と思われたカノーでしたが、ここでヤンキースが贅沢税課税ラインを下回りたいという意向が報じられるようになりました。当時の贅沢税の課税ラインは1億8900万ドルとなっていて、で、ヤンキースの2014年のペイロールは、カノーがいなかったとしても、すでに1億1000万ドル以上が契約として残っていまして、もしカノーが希望する10年総額3億ドルクラスの契約を提示してしまうと、ヤンキースは課税ラインを下回ることがほぼ絶望的な状況となってしまいます。そのためヤンキースはカノーに対してかなり渋ったオファーを出しまして、最高額でも7年総額1億7500万ドル。カノーは30代後半に契約の心配をしたくないという思いがあって、なるべく長い契約を希望していたんですけれども、ただヤンキース側の最高の契約年数は7年と、おおよそカノーの希望には届いていない年数となっていて、このためヤンキースとカノーの交渉は難航してしまいます。カノーは当初ニューヨークを離れる気はあまりなかったようなんですが、ただこのヤンキースのオファーについては敬意を感じない、チーム側の努力を感じないと非常に失望してしまったようです。これはマリナーズにとって大きなチャンスとなりました。マリナーズはカノーが希望する年数10年をオファーして、また契約総額についてもヤンキースの年平均とあまり変わらない年平均2400万ドル、契約総額にして10年総額2億4000万ドルの契約をカノーに提示して、カノーはマリナーズ入りを決意。入団会見でカノーはやはり37歳、38歳といった年齢になった時に契約に関して心配をせず野球に集中できる環境が欲しかったと発言していた通り、10年という契約年数が契約の決め手にもなったのかなと思えるような発言をしていました。これまで長い間 FA のスター選手に嫌われてきたシアトル。そのチームがしかもヤンキースというチーム相手にマネーゲームで勝利した歴史的な瞬間となりました。当時の私はというと、カノーがちょっと不良再建化しちゃうんじゃないかなというところと、あとはフランクリンといった若手をもうちょっと我慢して使ってもいいんじゃないのかなって思っていたようなんですけれども、ただ内心はやっぱりカノーみたいなスター選手がシアトルに来るという事実は、本当にワクワクするものは間違いなくありましたし、これからマリナーズは勝負をかけに行くんだなという思いが非常に伝わってくる動きでもありましたので、マリナーズというチームがこれからどうなっていくんだろうと楽しみな部分もあったかなと記憶しています。そんな困難でマリナーズにやってきたカノー、マリナーズに移籍してからは2018年に骨折とそれから薬物での出場停止があった以外はセカンドのレギュラーとしてほぼフル稼働してくれました。5年間でオールスターには3度選出されて、この期間のウィンズアボブリプレイスメントの合計は 23.4。 毎年のようにセカンドでオールスタークラスの活躍を見せてくれた超大型契約にふさわしい選手だったかなと思います。むしろ年平均2400万ドルはちょっと安いかなと思うぐらいの活躍だったんじゃないのかなと私は思っています。ただ残念ながらカノーがマリナーズに在籍した5年間においてマリナーズがポストシーズンに進むことはなく、2018年のオフにメッツへトレード、マリナーズをポストシーズンに導くということは達成できませんでしたが、そのトレードにおいても現在球界の中でもかなりのトッププロスペクトと呼ばれるジェレッド・ケレニックをマリナーズに連れてきてくれたため、本当にカノーの契約はマリナーズが期待していた、あるいは期待していた以上の契約でした。
という感じでマリナーズに多大な貢献をもたらしたカノーですが、しかしそれにしてもここ数年のカノーはちょっと残念ですよね。2018年マリナーズに在籍していた時に一度目の薬物違反で出場停止処分となると、昨年2019年はキャリアでもワーストクラスの1年となってしまいました。で、今年2020年はちょっと復活しまして、49試合で打率3割1分6厘、 OPS も8割9分6厘と本来のカノーが戻ってきたかなと思いきや、先日2度目の禁止薬物使用で162試合の出場を停止。成績面で言えば十分殿堂入りも狙えるはずの選手でしたが、この2回の薬物使用で殿堂入りの可能性というところはかなり下がってしまったのではないでしょうか。本当に残念でなりませんよね。来シーズンカノーの姿を見ることはできませんが、2022年クリーンな状態で正々堂々また戦ってほしいなと思いますが、果たして2019年と2020年のカノー、どちらが現状のカノーを最もよく表した成績なのでしょうか。選手としての名声を怪我してしまい、個人的にもすごくがっかりしているんですが、ただあの時マリナーズを選んでくれたことには今でも本当に感謝しています。だからこそまた戻ってきてほしいなとも思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。